ロンドンブーツ一号二号、田村敦氏のニュースクラブ今週も始まりました田村敦氏です。一緒に番組を進めていくパートナーは弁護士の増崎弘美です。文化放送アナウンサー砂山啓太郎です。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。 浜松町気温は二十一点五ですか高いね。高さ戻ってきましたよね。まあゴールデンウィークが始まりましたね。今日からですけど、まあ名古屋から来てる正木さん大変だったり、新幹線駅も多かったし、東京駅も多かったですね。外国の方も多いし、結構遠くから来られてたら大きなトランク持った方がたくさんいらっしゃいました。でしょ。やっぱり移動大変ですよね。大変でしたね。そうですね。うちの親父がその東京遊びに来るっていうからゴールデンウィーク避けろっつったのに、何個かだけど。 ここで突入してくる <laughs> 今日今日突入してくるからだから一日ずれるだけで全然違いますよね、うん、楽だと思いますお仕事されてるからいやもう仕事は引退してるんで<の>いつでも好きな時に移動できるで再来週でもいいんですよねゴールデンエイクが完開けた後だとねでゴールデンエイクが終わってから下関帰ればって言ってるのに、うん、なんか4日とかに帰るから <laughs>、まあ、なんでそこ <laughs> 東京駅すごいでしょ多かったです。久しぶりに多い感じしました。なんか人ごみにこう飢えてんのかな。逆に。そうそう。いいいやこれこの日に行くわとか人と接したいのかなまあ別に接するわけじゃないけどね。まあ見たいのかな。島にね人が減ってってるから。まあびっくりはするでしょうね。それだけでね。そうですまあ昭和の人。はい。いうことでございますね。 でメールが来てます、はい、こちらアビコ氏のベストフルチニスト賞受賞さんです <laughs>、うん、これあの先週の現金プレゼントのお礼です田植えの手伝いのデリバリーランチ代、うん、友達のでしたっけねはい、はい、田植えを手伝うんで<ー>その時こうデリバリーでランチを取りたいですよ2000円の人だったっけでけ、ね、4000円先週はあげるあげないという判定の後にサイコロを振って、うん 1>, 1が出たら1000円、うん、6が出たら6000円っていうプレゼント方式だったんですけど「ンチロリン」で4000円当選したベストフルチニスト賞受賞です。うんえー、現金書き留めが届きわくわくしながら開封するとご丁寧にもすべてピン札でしたあ,<ら>ありがとうございます、えー、連休後半の田植えで5人分のランチ代に当てさせていただきます本当にありがとうございました。まだあれなのね、うん 実行してないの、ね、まだ、はい、連休後半の田植えでっていうことなんであ<ー>まあ来週ですかねすごいね届いたことでお礼をしてくれてるの、はい、じゃあ実際に使ったらまたお礼してくれるよねそうすね,ね<笑><笑>すごい,いや律儀な方あですね,そうですね、まあ、届いてありがとうございますそしてこちらは、えー、先週現金プレゼントのプリンターの インク代をお願いした。大学生のね。大学生です。はい。大学生ですね。大学生かもうね。はい。えー、先日、二千円を現金格太郎で受け取りました。<laughs> うん、切手代が五百十九円もかかってしまうんですね。<laughs> 大変お手数をおかけしました。えー、早速、カラーのインクがなくなりかけているので、インク購入の一部に当てさせていただきます。まあ、ちょっとインク高いですからね。買えないかもしれないですね。ねうん、え、これからも楽しく。 ためになる放送を期待しています。ありがとうございました。いや、よかった。しっかりした大学生ですよ。ね。お礼をちゃんと言えるの、ね。あとお礼が届くと、やっぱ嬉しいですよね。嬉しい。うん。送ってきてない人もいます。まあ、そう、ありますけど、別に遅れというより、遅れって言ってるわけじゃないけど。送ってる人もいれば、送ってない人もいるっていうね。世の中いろんな人がいるなっていう。四人ぐらいは。 当たたりましたよ、ね選手ね、いやもっと当たっ,ですったっけど56人当たった感じし,し,してるけどねにそんな出てないであんまりにもこう俺が5出すから。 呼吸に絞り出したでしょ。<laughs> そんなことないですよなそ。そんなことない, <laughs> 本、ねい。本当です。本当です。よ、まあまあでもまたねあのチンチロリン方式はすごく良かったので、またやりたいですね。そうね。うん、ややってみたいでしょ。やってみたいです。<laughs> うん、ただすごいプレッシャーですからね。出たと思います。プレゼントしたいっていう。 のが決まってからサイコロ振るんで、えー、引き弱いんすよだから私 <laughs> 私がやっちゃいかんなきっと、ね、旅に出るねお母さんのね<ー>初めて一人旅ですっていうあのお母さんの時は、うん、やっぱちょっと千円っていうわけにいかないですもんね、うん、俺出したよね五、うん、千円五千円出したよね千円ういやすごいですよあれ またやりたいな早いとこやりたいけど <laughs> 予算がまだ二、ね、<laughs> ヶ月後ですよね6月末2ヶ月後ま,まで皆さんまた待っていただきたいと思います <laughs> ま<た>では始めてまいりましょう田村敦氏のニュースクラブ本日もスタートです改めましてロンドンブーツ一号二号田村敦氏です弁護士のまさきひろみです文化放送アナウンサースの山圭太郎ですではそのちゃん本日のメニュー紹介お願いしますはいこの後一週間のニュースを一気にチェックする今週の気になるニュース今日は作家の三田寺さんとお送りしていきます、うん そして1時40分頃からゲストコーナー今週のすごい人今日は人事コンサルタントの南波武さんをお迎えします今回のテーマは働かないおじさん問題です何なんですかこれ給与がまあ高い一方で業績への貢献度が低いまあいわゆるまあちょっと生産性が低いというやつですねまあいわゆる働かないおじさん問題え日本企業が直面する一つの社会問題となっています しかし、あの、働かないおじさんと一口に言っても、さまざまなパターンがあるんだそうです。うん、なんか、こう、昔みたいに、こう、会社に来て、新聞だけ読んで終わりみたいな。もう、そういうおじさんもほとんどいませんと。うん、ちょっと昔いたの、そんなおじさん。昔は、昔はか働かないうちさん、問題、実は、そういうおじさんのイメージだった。今、ちょっと違うらしいんですよね。ええ。 なんで働かないんだろうね。まあ、いろんなパターン、いろんな理由が、うん、理由がある。ん働けないじゃなくて働ない、働けないっていうのもね、あるんです。働けないもあるんだ。うん、はしごを外されたもあるあ<ー>と思いますね。任されないとかって、そういうこと。まあ、そういうこともあると思いますね。あ<ー>まあ、ちょっといろんなパターンがあると思うんで。うん、今日、そのパターンをお聞きして、じゃ、あどうしようかっていう話に持っていきたいんですけど。 えー、今日はこれまで2000人の中高年のキャリア開発を手掛けた人事コンサルタントの難波さんに働かないおちさん問題の解決策を教えていただきます 2>,、うん、2時30分頃からメールコーナーあつしの部活今週のテーマは素敵なおじさんです、うん、あなたの周りの素敵なおじさんエピソードやあなたが思う素敵なおじさんの条件などを自由に送ってください、うん 正さんは私は、まあ、お仕事絡みの方ですけど、うん、もう20以上上の方ですけどあのだから大ベテランだしすごい経験もある方なんだけれども。 あのどんな拙いこと言ってもちゃんと受け止めて聞いてくださる、うん、で、やっぱり仕事してる姿もその方を真似ればいろんなことが身についていくようなことをまあ、見せてくださる方かといってどうなったりとか、うん、こうしろって強制するわけではなくっていうその姿がすごく素敵だなと思ってる尊敬してるおじさまがお,おります<ー>、うん、いいですね僕はうちの近所の人が 車車洗車してるんですよ、うん、だけどこう車が通るたびにそのホースの水がこう飛び散らないようにって自分の体に水を当ててる びしゃびしゃになるほどじゃないけどガードしてるっていうの素敵だな自分がびしゃびしゃになりながら車洗ってるおじさんがすごい素敵だなと思いましたね。だって俺が横通ってもよささまの車に水が飛ぶぐらいだったら自分を濡らそうっていう自己犠牲の人ですよね。ななかかあの人とは 近所付き合いずっとしていきたいと <laughs> 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 思いますよねよ。いいご近所さんがね、素敵なおじさんでした、ね。はい、さあ素敵なおじさん、まあいろんな解釈とかね、うん、いろんな定義があると思いますけど。うん えー、あなたの周りの素敵なおじさんエピソードやあなたが思う敵なおじさんの条件を送ってください、はい 2>, えー、2時45分ごろからは話題のニュースを法律の観点から解説するニュースもう1本弁護士の正木さんにお答えいただきます番組へのメッセージゲストへの質問を受け付け中ですメールアドレスはアルファベットすべて小文字で newsclub.jokr.netnewsclub.jokr.net ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一。ツイッターのハッシュタグはカタカナでニュースクラブです。あなたからのご意見お待ちしております。ではこの後作家の三谷ケイさん登場です。 東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦史のニュースクラブここからは今週の気になるニュース今日は作家の三田寺圭さんとお送りしてまいりますよろしくお願いしますお願いします木曜日にアップされたプレ,ディプレジデントオンラインの三田寺さんの記事が話題になっているということで、うんうん、気づけば独身中年になっていたという人が抜け出せない、ね、家と職場の往復 <laughs> 動画を見ながら夜食という深い沼という、はい、今日の このテーマ「素敵なおじさん」なのに <laughs>、うん、なんでいきなりこう僕が登場して <laughs> 真っ向からそれ否定するような <laughs> まあまあこういうおじさんもいるってこと、うん、<laughs> ですね、うん「素敵なおじさんもいるけど」はい、これでも、うん、あ自分当てはまるっていう人多いんじゃないかなと思って、ね、記事ちょっと読んでると思いました何もなく書いたらすごいバズっちゃって、うん、まあなんだろう ここの生活やばいなやばいなとか思いながらもなんやかんや楽しいじゃないですか、うん、そういうネットフリックス見ながら晩酌して惣、うんうん、菜ちびちびやって、うん、そういう生活をずっとこう職場とあの家往復してってやってると、うん、もういつまいにか何年も過ぎてってい,、うん、いやこれ結構ありだなってなっちゃうんですよね。これも悪くないないってなっちゃっうでって、ね、これを繰り返してると時間が結構長いってことですよね。 だから素敵なおじさんとはど遠い感じにはどうしようなってしまうのかなとは思うんですけど外で遊ぶってやることあんま変わんなかったですもんねこの何十年間も飲みに行って、うん、でなんかこうカラオケ行ったりとか、うん、それぐらいでしたけど家の中の遊びってもうめちゃくちゃ進歩しましたもんね今の世の中って確かにね、まあ、ゲームもあるし動画配信もあるし。ねうん いいっぱいありますよ、ね、今はなんか VR とか言ってなんか、はい、そいながらにしてなんか全然違う世界に行けちゃうみたいな、うん、もうそんな進化に多分外の遊びっって多分勝て勝なかったんだと思うんですよね、うん、だからまあ今そんな生活が楽しい何が悪いのみたいな、うん、多分そういうふうに思ってる人のほうが多分多いんだろうなっていうのは最近感じますね,うんね、うんで。ってなると素敵なおじさんに出会える率も下がりますよね。いやこの 記事でも書いてたんですけど、中国って今まさにそうやって規制してるんですよ。うん、そのショート動画を出したりとか、うん、あのソシャゲを時間規制したりとか、一<れ>人がやる時間をそうなんですよね。これやっぱり外に出てほしいんだろうなと。と、うん、若い人はなんかね。外で群がって政治に反抗的になるのはそれはそれで困るけど、うん、家でじっとして。 <laughs> ね、年頃の男女が出会わない社会それはそれでやばいなみたいな<ー>多分そんなふうに思ってるんだと思うんですね。なるほどどいいや加減難しいですけどだからといってねまさきさんこう中国だからこそできる日本ではやっぱりここまでの規制は難しいですよね。ねね一回この快適な家の味知っちゃったら、うん、外を出るの面倒くさいって多分思う人も結構いると思うんですよね。うん、このゴーールデンウィークだって 必ずしもみんな外に出て遊んでるわけじゃないと。うん。うん。なんかそんなの最近感じますね。だからネットワーク環境だって今からどんどん良くなるわけですよ。良くなると思いますね。<laughs> うん。スピードも上がるし。うん。うん。ってなったらますます出れなくなります。ね。はい、でね外でもこのネット環境を使えるみたいにねなるとまだわかんないですけど。うん、でもリビングの ソファーが一番自分の体に形が一つするんですよねまあね。なるほど、えー、皆さんねどう感じたのか、はい、ぜひ記事読んでいただきたいと思いますでは今週のニューススナちゃんお願いします、はい、まず一つ目は時事通信から週3、五つの補欠選挙自民が四勝 岸田政権の中間評価を問う衆参5つの補欠選挙が投開票され自民党は衆議院の千葉5区、山口2区、山口4区、参議院の大分選挙区で与野党対決を制し4勝しました。また日本維新の会が衆議院和歌山1区で自民に勝利、一方で立憲民主党は公認候補を寄り捨てた3選挙区で全敗しました。続いては朝日新聞から。 コロナ5月8日からの5類移行を正式決定新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを季節性インフルエンザなどと同じ5類に引き下げることについて厚生労働省の専門家らによる感染症部会が了承したことを受け加藤厚労大臣が5月8日の以降を正式に決定し公表しました厚労省はは重症度上昇の兆しはなくまた。 新規感染者数は去年夏の感染拡大前を下回る水準が続いていて病床使用率も低い水準であると説明しました3つ目、は読売新聞から AI 戦略会議設置へ政府は人工知能に関わる国家戦略を検討する新たな戦略会議を設ける方針を固めました急速に利用が広がる対話型 AI チャット GPT など AI 全般について 政策の基本的な方向性を示す司令塔の役割を担うということで AI の課題について活用や研究開発の促進と規制強化の両面から議論する見通しです四つ目は毎日新聞からバイデン氏アメリカ大統領選出馬を表明アメリカのバイデン大統領が2024年大統領選挙での再選を目指して出馬を正式に表明しました 共和党の候補指名レースではトランプ前大統領が世論調査でトップを走っていて本選はバイデン氏とトランプ氏による2020年大統領選の再選になる可能性もあります。5つ目は東京新聞から年日本の総人人口が万人に 厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所が2070年の日本の総人口が8700万人になるとする将来推計人口を発表しました2020年の人口のおよそ7割に減り一方で外国人は増加して総人口の1割になるとしました6つ目は日経新聞から岸田総理谷国家公安委員長の更迭を否定 岸田総理は総理の応援演説中に物を投げ込まれたとの報告を受けた後もうな丼をしっかり食べたと発言した谷公一国家公安委員長の更迭を否定しました緊張感が足りないなどと野党からは更迭の要求があったものの総理は必要な指示と情報収集をしつつ業務を継続したと聞いていると説明した上で引き続き職務にあたってもらいたいと話しました最後はデイリースポーツから 大谷翔平理想の上司ランキングで首位東京商工会議所が発表した2023年度の新入社員意識調査によると理想の上司のイメージに近い有名人著名人を聞いた質問でスポーツ界からは東大二刀流で活躍するアメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷翔平選手が1位となったことが分かりました調査によると新入社員は上司に仕事の指導を丁寧に行う 部下の意見や考えを真摯に聞く人間関係チームワークを重視することを求めているということで日本が優勝した WBC での発言も含めて大谷選手が理想に合致したのではないかと見られています今週の主なニュースをお届けしました、はい、大谷翔平さんすごいですよ。大谷翔平さんの上司の人がランクインするようになってほしいなと栗山さん栗山さんでね、まあ、入ってましたはい、あのいろいろ 実際の上司だしな。ね、まあモータンさんもすごいですけどね。はい。気になるニュースどうになりますか、寺さん。まあね、補選自民四勝ってニュースありましたけれど、はい。このタイミングでね、また僕が出演してしまうっていう、なんかなんか呪いでもかかったですかね、僕。なんのなんも意図してないですよもうずっと前から決まってること打ち合わせの話だよ、ちょっと言ったんですけど、まあ視聴者の皆さんにもね、今も 誤解してる人がいるかもしれないですけどこのタイミングだから僕が呼ばれたのではないですね、はい、もうずっと前から決まっていたことかと、ね、淳さんが下関の件でちょっとこう一とめ二揉めしていることと、はい、僕の出演は無関係です特にこう何かたいがあるわけではないというのはまずね、うん 前もって言っておきたいんですけれどもも前っって言たところで関係があるとかっていう人はもう言葉を緩めませんからねまあまああいつ出したってことはやっぱあれなのかみたいな感じではないんでね僕はキャスティング権がないですからねキャスティング権持ってるのはすなちゃんのっそうなんですあっすなちゃんも持ってない僕も持ってないですけどまあ期末とはもう前々からですねまあ 実際にね、うん、山口四区でしたっけと、はいう時に、ねえー、統一教会からの決別みたいなこと言ってたじゃないですか、はい、あれ受けないのって、うん、あの周りの人も分かってるじゃないですかその,、うん、その支持者の人以外の外側の人っていうとあれですけどはた、い、から見ればえ何言ってんのみたいな、まあ、うちのおやそは今回のことで知ったぐらいなので,、うん、ですよね。はいだから な何言ってんのか分かんないみたいな話になってるのに、うん、SNS ではすごい盛り上がってたじゃないですか、うん、逆に、うん、あの温度差を見て、うん、おかしいなと思わないのかなっていうのがそうですねネットであれだけこう、うん、活発に議論がねその政治か政治じゃないか理論とかそのあたりであんだけやり合ってんだったら下関の街もそうなってないといけないけいけないわけですよねそうなってないんですね。なで,ね、うん、でなってないじゃん そんなおかしいじゃんって言ったらなぜか叩かれるみたいなね。全員その旧統一教会のことを市民は認めてるんだみたいな論調になっちゃって、論調になっちゃってたじゃないですか。はい、実際。やっぱこの辺もそうなんですけど、うん、ちょっとこうやっぱり世間というか一般感情とのズレみたいなのはもうかなり大きくなってるな。うん、逆に維新が今回 逆に彼らは一般大衆の感情にかなり寄り添ってきているんだなっていう、うん、単にアンチ・東京アンチ・中央権力的な政党じゃなく、うん、もう全国的な勢力にもう一段階レベルアップしたのは、うん、やっぱりそういう感情が渦巻いているのは別に大阪や近畿に限った話ではもうなくなってきているなっていうのも読み始めてる。うん そこはやっぱ大きいなとなるほど、ね、逆に今ねちょっと今スネ山さんも読んでましたけど「うぬど本大師は首にしろ」みたいなやつとか、うんはい、いやそ,そんなん言ったら、うん、な何やって真面目に仕事しろよこいつらっていう空気になるじゃないですか普通に考えて。その前だとあのシャモジ 社文字を送るのはけしからんみたいな。社文字はゼカヒカみたいなのを真剣に議論されると、うん、おいマジかよこいつらみたいな空気、どうしたってなるじゃないですか。わ、うんうん、からないのかなっていう。そうなんですよね。でも話せばこう何、うん、ですかあの議論ってお互いのね主張はまあ、はい、当然主張が食い違うところはあって仕方ないと思うんですけど、でも、はい、議論することでなんか どこかね前に進むところを探りたいなとは思うんですけどなかなかそれできないので僕なんかいつの間にかその旧統一教会の信者みたいな感じに今なってるんですけど僕は旧統一教会に関してはきちんとあの問題に関してはあの追及を緩めないでほしいと思ってるし旧統一教会とこう何かつながりがあった議員のことも追及を あの、どんどんしてってほしいっていう側の人間なんですけど、はい、なんか、あいつは旧統一側の人間だ。壺を買ったに違いないとかって、<laughs> <laughs> 壺のマークいっぱい送られてくるんですけど。うん、そんなことを今話してていいのかなって、やっぱ思っちゃうんですよね。うん、なんか、すごいがっかりした二週間ではありますけどね。まあね。うん。まあ、今も多分。 続いてるんでしょうけど、リプライランとかではね。いや、だからそのニュースクラブで安倍さんとの、はい。 撮った写真をそれだけをこう切り取って安倍さんとこんなになってるって安,安倍昭恵さんが来たときにラジオゲストで来たときに写真撮るじゃないですか <laughs> はい、はい、安倍昭恵さんともつながっているってその写真だけしか使わないんですけど山本太郎さんとも撮ったし立憲民主の小川淳也さんとも撮ったし,した、ね、蓮舫さんとも撮ったし、うん、枝野さんとも撮ったし泉さん、党首の泉さんとも撮ってるし共産党の C さんとも写真撮ってるんですよ。うん、でも そこの部分だけ使ってあいつは安倍さんを支持してるその山口四区であんな発言をするってことはここがこのつながりなんだって言ったのがプライベートでつながりがあるみたいな感じで報じられるんですけど僕桜を見るるから断っっっててて人間ですからね行行ききたたくくななないいっいっ <laughs> そううう場所まあなんだろうこの番組出るたび僕 SNS 距離感って現実とは違うよみたいな話いつも言ってて。うんうん、で な何言ってんだみたいな空気になったかもしれないですけどそろそろなんで何回も出るたび出るたび言ってんのか、うん、そろそろ分かってもらえたかなって逆に言うと今今思えばそのさっき、ね、安倍さんの話あったと思うんですけど、はい、安倍さんに反対っていうスタンスを打ち出せてた頃って、うん、今思えばですよ、うん、まだましだったんだなって。 うん、思うんですよね反安倍っていうスタンスがやれてた頃って、うん、象徴的な安倍さんがいたからそういうシーンがしっかり対立軸を出せてるっていうポジションにとりあえず収まれてたっていうのは、うん、言っちゃ悪いけど大らかな時代だったんだなって思っちゃいますよね今の状況を見ると。で安倍さんがいなくなった後に出てきた岸田さんって、うん、もうまさに反安倍なんですよね。うん、安倍のミクスを 新しい資本主義で否定し、うん、で新ロシア的な外交も今ウクライナ訪問しちゃっても完全にひっくり返してってなると、うん、なんか岸田政権って野党政権っぽいなみたいな,なるほどだから軸がもう野党にない、うん、反安倍できない、うん、かといって岸田さんは安倍さんみたいにこう古い円古的な政治家じゃないから、うん、こう政治的スキャンダルって出てこないと。うん、<laughs> それで出てきたのが なしゃもじしゃもじうな丼、うん、これちょっと厳しいもんがあるよねっていうそこだけのね議論に集約しちゃうと、ね、だからやっぱ安倍さんが元気なうちにね、うん、自分たちの独自の軸を打ち出さなかった、うん、もうまたこんなこと言ったらめちゃくちゃ炎上するのかもしれないですけど <laughs>、うん、安倍さんっていうそのなんか お父さん的な存在に甘えすぎてしまったっていうのはあるのか何を言っても大らかに受け止めてくれる存在、うん、もう安倍は退場しろとか安倍政治を許さないとか言って、うん、言ってても挑戦としてくれる頼もしい存在としてみ見なしてたのは野党の人たちというか、うん、野党支持者の人たちだったんじゃないかなと だから安倍さんがいなくなって一番試練が訪れたのは自民党とかの党運営じゃなくて野党だったんじゃないかなって今思うんですよね、はいうん、なるほどね打ち出せなくなっているところですね,ですね色<を>甘えていられる存在がいきなりいなくなったっていうのはかなりやっぱ大きかったんだなって今の状況を見るともし逆に反安倍的なスタンスを あんまり出してなかった国民民主とか維新の会がそこそこ支持を伸ばしてるのも、うん、やっぱこれ偶然じゃないだろうなと思うんですよね。うん、その反安倍をやっとけばとりあえず形になっていた時に、うん、その誘惑にこうなびかなかったっていうか、うんうん、自分たちがやるべきことをコツコツやってきた党とまあ何か何でもとりあえず反対しとくかっていう流れに。 それの方受けたね実際,、うん、実際受けたしいいっぱ今みたいに支持者もいっぱいいるからまあ対立構造作りやすくて自民が嫌だったらこっちって行きやすかったけどそ,、ね、それがまあ野党第一党としての最適解なのかもしれないですけど、うん、まあその賞味期限みたいなものが急にこう来たなっていうのは。 なるほど今感じるところでですすねさんどうですかここまでのお話聞いて,て、うん、改めてやっぱりその政治もそうだしネットもそうですけど批判とかその議論の目的、うん、ちょっと皆さん短絡的だったり咀嚼が足りないっていう部分もどっちもあったりするのかなという意味ではそういう目的ってとこやっぱり改めて考えなければいけないしでも考えた上での議論であれば、ね、どんな方向であれば発展すると思うので、うんうん、やっぱりねその無意味な議論って批判 そういうのはやっぱり避けて、ね、みんなで有意義に作っていかなければいけないなと思わされますよね,ね当然僕もこう足りない部分ってたくさんあると思うんですよその発信する上でね。うんうん、だけどその足りない部分を違うロジックでこう否定し始めてもそれはなんかこう議論が構築していかないので当然ダメな部分はあるし僕は100%正しいなんて思わないけどなんか そんな言葉で「腐れ芸人」とかってね言われ始めたらそれはもうなんか話し合いにすらならないっていうかね、うん、うん僕はいつでも対話したいなと思ってるんでこれでもあの腐れ芸人言われてもはい言われても憧れのバンドのドラムの人からあの言われてもまあまあショックですね,それねあ、まあ、結構なショックですけど <laughs> でも、まあ、なんかあるはずだ 話してみたいと思いますので、うん、ぜひあのニュースクラブにね<お>ゲストでお越しいただけるのであればそう面白そうですよその回そうですねどん殴られるのかな <laughs> 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 さあこのコーナーここで時間いっぱいですこの後三田寺慶さんのさらに気になるニュースです文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦のニュースクラブここで三田寺慶さんにさらに気になるニュースを伺いますお願いしますコロナ騒動の終わり 今さっきニュースもあったよに類になって、はい、で水際もなんか前倒しで終わったんですよねそうですね,ね今日午前0時をもって、うん、終わったんですもんね、はいはい、帰国者が帰りやすくするように<で>、うん、この番組今日出演にあたって2020年5月に僕が出た時に、はい、覚えてますかあの時にもうコロナの,あの緊急事態宣言と始まった直後ぐらいの話ですよ、はい、いやいや 経済的自由を制限しても人は死ぬんだよっていう話をしてめちゃくちゃ炎上したんですよ僕たった一人だけおかしなことを言ってる人みたいな空気になってるけど <laughs>、うん、今世の中っていつまで対策してんだよみたいな空気になってきてるじゃないですかです、ねうん、だからあのいや忘れないでほしい <laughs> 俺が炎上したこと <laughs> 確かに <laughs> でもまあ この番組出るたびにコロナで大きな動きいろいろあって僕そのたびにこの話ばっかりしてきて、はい、で、うん、実は結構リアクション見てたんですよ。うん、やっぱり2020年頃って炎上して批判的叩かれること多かったんですけど、うん、やっぱ2022年1年後半ぐらいから、うん、結構賛同の意見も出てきてです、ね、三田寺さん言ってることって正しかったんじゃないのみたいなことにな、はい、っ,ののってきて。 変わるもんだなって、うん、ある日突然なんでなんだろう酒類提供禁止とかになって、うん、あたかも何十年前から酒なんか飲んでませんみたいな雰囲気になってたじゃないですか街が。うんうん、でもあっという間コロってやっぱこうやって変わるんだなっていうのは思ったし、うん、ただやっぱコロナのウイルスっていうのはもう防ぎようはなかったと思うんですけど、うん、こうやってコロナ騒ぎコロナ騒動の終わりっていうふうに騒動ってしたのは、うん、やっぱ騒動の方はその人間の恐怖心とか。 不安感とかが作り出した人災の側面って絶対あったと思うから、うん、これはやっぱり後につながる教訓として、うん、騒しっかりこう反省していくというか総括していく流れは必要だろうなと思うし、うん、無責任に煽っていた人たち反省しろとかいう吊るし上げの機会にするとかではなくてまあねあの時不安な気持ちになった人がいるのもね、うん、まあ事実でしょうだ結果。ただその不安と 現実とのすり合わせっていうのは、うん、やっぱ耳が痛い話になる人もいると思うんですよ。うん、あの時もなんか間接的人殺しだとか言って人を叩いた人も、今、うん、シレットマスク外してますみたいな人絶対いると思うんですけど <laughs>、うん、僕はそういう人は別に非難はしない。うん、多分そうやって変わり身が早いことが人間の強みでもあると思うんで、うん、ただやっぱり変わり身をしたならしたで。 やっぱある程度自分がどういうスタンスをとってこの3年間を過ごしてきたのかをこれ聞いてる皆さんもね別になんか手のひら返ししたか後ろめたい気持ちで過ごしてくださいとは言わないですけどやっぱ僕らはどれだけ空気に流されやすいかとか,なんか不安感を現実と同一視し,してしまう同一視し,してしまうっていう傾向があるっていうことをまあやっぱり客観的に 反省するというか覚えておいていほし、うん、うん、同じようなことって多分これからも起きると思うし別の形でね,うでね、うん、これからなん,なんだろうウクライナの情勢からアジアの有事につながるかもしれないみたいな時ってまた世の中の中空気って変わると思うんですよ、うん、そういう時にまた自分の考えがある一定のラインから急にコロッと変わったかもっていうような相対的な見方っていい教訓になったと思うんですね今回って。うん まあずっとコロナ怖い怖いって言ってる人もいるけれども、うん、あるラインから「お大丈夫じゃね?」って言ってこういつまで自粛してんだよお前らっていうスタンスに変わった人も多分いると思うんですよね。うん、いや僕はそういう手のひら返しは全然ありだと思うので、うん、せめて、まあ、僕らがそういうことをや,やりやすい人間の集まりであるっていうことは覚えておいてほしいかな 僕僕叩いいいたことはもういいですよ見立てらさんを叩いたことはもう。みたいなね、うん、なんか人の命を何だと思ってるんだみたいな叩き方をした人たちも多分聞いてるかもしれないですけど、うん、その話はもう水に流そうじゃないかといいかただ忘れないでほしいっていうことですよね、うん。そういう考えであった人が今変わってるってこと変わってるから世の中は多分流れ変わったんですよね。うん 今は5類に変えるとか水際やめるって感染者数とかから見たらどう考えても割ね道理に合ってないんですよでも変えるっていうのは世の中の空気が変わってるからだと思うんですよね。うん、対応できということですね。うん、これは正きさんなんかね自分自身も、まあ、コロナが始まって、まあ、どんな考えでいたかなっていうのをちょっと今3年間ちょっと振り返ってみたんですけど、うん、やっぱりちょっとナーバスな。 時期もあったのかもしれないなとか。うん、で、僕は、早かったんで、そ,でねうん、その、この。アクリル板も取れ、取れって言ってたんで、だけど。ね、取らなくていいと早かったですよね。うんうん、そうなんです。でも、まあ、結構叩かれたんですけど。ね そうです私はミッチのウイルスというのはやっぱり証拠の足りない状況で身近にリスクがいるという、うん、リスクが高いものがいるという状況だったのでかなり慎重派だったのかなとは思いますけれども、うん、やっぱり今そのコロナ絡みの倒産もねさらに増えてきてるい状況の中で。うんうん、経済のの方でねそうそうそうやっぱりこのコロナによって でで機動的に動けなかったことによって変わってしまった人や未来がたくさんあるんだなということやっぱすごく今だと思う,うす、ねうん、子どもも減って小さい子学校では不登校や引きこもり、うん、あるいは子どもの自殺が増えっていうのもやっぱ無視できない教訓として私たちは覚えておかないといけないと思うし直接的なウイルスの死ではないけど,ではいけど関連してますもんね。ねしてると思うし、うん、そういうのはねやっぱ。うん なんか今だけじゃなくて、うん、まあ連続ししたももののととてて見る視点っていうのも多分大事ななんだろうなとどういう,こうストレスがかかるんですか、まあ、結構先にこの経済のことも考えなきゃいけないって言ってて、うん、みんなからぶったたかれるわけじゃないですかでも自分が思ってることをこう発信して、うん、でまあその意見が違う人が出てくるのは僕しょうがないと思うんですけど、うん、でもあまりにもこうバッと叩かれてる。 でその状況がこうやってどんどん変わっていくっていう時に結構なストレス感じると思うんですけどどうしてるんですか三寺さん僕の場合は、はい、ほら俺の言った通りやろうみたいな感じになるんですけど、うん、<laughs> まあんだろうその考えが変わるきっかけになればいいなとかこんな考えを持ってる人もいるんだよ、まあ、多数派に対して背を向けるひねくれ者みたいなところでどうしてもあって、うん、あの時も。 自分の正義を信じたとかじゃなくてちょっとそういう日の当たらない角度にしんどい思いをしてる人もいるだろうっていうのを言葉にするのが自分の仕事だと思ってたんですよ。ていう感じですよね。ねあのコロナのまだだっと時間あるんん話なんですけど、はいあの コロナ初期の時にとんかつ屋さんの店主の方が油かぶって火をつけて亡くなられたっていう話だったじゃないですかあれみんな一瞬で忘れましたよねあれもまさにこう仕事が成り立たなくなったっていう思いからっていうのを風に言われてましたけれどもま、うん、ああいう側面があるっていうのはもう今すごいかき消されちゃってたんですよね、うん、で、店をやってる人からしたらもう諦めてくれと 生きること諦めてくれって言われてるのに等しい絶望がそこにあったんだろうって、うん、言ったらやっぱり単純に命を守るっていう絶対正義じゃないよねっていう話は誰かがしなきゃいけないなと思ってたんですよね、うん、でその時にたまたま出演の機会が巡ってきたっていう話ではあったんですけど,ど、まあ、当時まだこう給付みたいなのもない時でしたね,かね,ね逆に営業してるやつの名前さらすみたいなこと言ってたじゃないですかありましたね多、うん、い多いと思って僕、うん、その時は。うん いや,やることがそれかってみんなであいつを叩こうぜって言ってるのと一緒ですよねって言って、うん、だからあの頃の世の中の感覚って結構異常だったんですよね。天命晒しとかして、うん、つまりそれってみんなで村八分にしようねってを追に込むとか、ね、呼びかけてたわけですよね。うん、それやばいなと思ったんですけどそうだみんなその時普通にしてたでも 仮想敵を作るみたいな感じありましたよ、ねよね、あの時の空気ってもうみんな結構前だから忘れちゃったと思うんですけど、うん、あの山梨でこう旅行してコロナにかかった女性にこうマスコミが寄ってたかって叩きまくった山梨コロナ女性感染事件みたいな。あんなの覚えてます一人をさ なんか誰と会ったかとか、ね、ほりは根掘り葉掘りマスコミとかがつ。やってました。やてたしいや、それで言うと下関もいたんですよ。下関で、えっ、ー、と旅行した人がコロナ感染して戻ってきたっていうのを。すっごい大きの大躍動かのように、うんうん、もう個人をぶった叩き出たじゃないですか。メディアもそうですけど、うん、その周りに住んでた人も同じように追い込んだっていうのがありましたよね。やっぱり、そういうのって忘れちゃいけないなと思うし。うんうん、それは、僕らにとっては。 くらいねちょっとこう探られたくない過去になっちゃうのかもしれないですけどでも総括すべきですねそうですね、うん、忘れちゃいけないし自由が大事民主主義が大事ね個人の人権が大事そのプライバシーが大事って普段言ってたんであれば、うん、その辺をやっぱり一貫させる必要はやっぱあるだろうと確かに思いますねまようやく二類から5類にということでこコロナがね、はい、コロナ騒動が終わりに近づいてますけどす、ね、皆さんもねそれぞれ このコロナ禍の総括を、はいえー、してみてはいかがでしょうか。まあ、とはいえね、また第九波もというのもあるんでね。うん、そうね。引き続き、うん、まあ、怖がるところは怖がり、うん、不必要に。怖がる必要もなくて、うん、正しい情報を得ながら。そうですね。はい。迎えてもらいたいと思います。すね、はい。田村淳のニュースクラブ文化放送から、三立景さんと一緒にお送りしてい。ます、はい、ありがとうございました。お時間となりました。三立さん、何かお知らせありましたら。いや、特に。ね、今日はもう。 ね、言い切ったんでれ <laughs> したいと思いますけど <laughs> ありがとうございます、はい、またねあのいろんな角度であの示してくれるニュースを、はい、また叩かれるようなことがあるかもしれませんけど大丈夫ですめげずにまた叩かれやすい話題の時に呼んでいただけるといいかなと思いますんで <laughs> そうですね、はい、いろんな視点があってみんながあそうだなと思うねあのきっかけになればいい <laughs>、ね、僕は思います答え合わせは10年後ぐらいになってもいいと思いますね <laughs>、はい、ということで、はい、三田寺圭さんでしたありがとうございましたありがとうございました